最高の寝室が作りたいんじゃということで、皆さんこんにちは、内藤です。こちらですね、僕の新居の寝室になるんですけどね、ここの部屋ね、シンプルにね、前使ってたセミダブルのね、ベッドを置いて寝室って形にしてるんですけど、夜寝れんのじゃ、わしは夜が寝れんのじゃ。みんなどうですか、夜眠りつきやすいタイプですか？俺のタイプは一回寝ちゃえば大丈夫なんだけど、寝つくまでがめっちゃ時間かかるの。もう寝つけない時とかって2時間とか3時間とかずーっとこういう風に、うわー今日寝れねえわ、うわこのまんま待ってても寝れないけど、起き上がったらまた目冴えちゃうし、どうしようみたいな感じでずーっと布団の中にいるみたいな、これが苦しい。だから俺はね、スッと眠りに入れる最高の寝室を今回は作りたいと思います。ぜひ皆さん参考にしてください。やっぱり YouTuber って職業柄、結構直前までスマホとかパソコンとかもいじってるわけですよ。そうするとブルーライトとかで脳が冴えちゃってなかなか寝つけない。だからね、昔ねダウンタウンの松本人志さんがいい例えてたんだけど、脳の中にあるちっちゃい穴があって、眠りに落ちるってそこにパチンコ玉をねスッと落とすような感覚、こういう風に揺らして揺らして、そのちっちゃい穴にパチンコ玉がストンと落ちた時だけ眠りに落ちられる。でもなかなか入らないみたいな、そのパチンコ玉が入らずにずーっと苦悩してるみたいな、それが嫌なんじゃ。ということで、今回はですね、最高の寝室作りのためにブレインスリープさんとのコラボ動画でございます。ブレインスリープさんってどんなところかっていうと、日本人って世界で一番睡眠時間が短いらしいんですよ。で、その睡眠負債をなくすために質の高い農民と言われるね、良質な睡眠を提供するために立ち上がったリーディングカンパニーさんなんですよ。なので今回ね、俺が最高の寝室を作りたいっていうことで、いろいろとご協力いただきました。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。で、今回ですね、本来企業向けのサービスなんですけど、睡眠偏差値というものをね、特別に測っております。これ何かっていうと、事前にね、アンケートで自分のね、いつもの睡眠に関するものがどんなものかって答えてたんですよ。そうすると全国平均でどれだけのね、睡眠の質を確保できてるかっていうね、偏差値で出してくれるんですよ。で、俺がね、やった感じだと、あなたの偏差値 50.4、 めちゃめちゃ平均じゃん。かもなく不可もなく一番多いところのグラフですね。1万人中5419位っていう、ほぼ真ん中、100点満点中71点です。でも悪くはないんだね。で、西野誠二先生監修のアドバイス、スタンフォード大学医学部教授からのアドバイスがあります。全国平均より睡眠偏差値が高い睡眠優秀層にいます。あ、ただね、睡眠の質は D だ、要改善であって一番良くない。やっぱ改善点は結構ありますね。このね、詳細なアドバイスとかも載ってるんで、これをもとに最高の寝室作っていきたいと思います。よいしょ。ということで、ズーランドっていうね、より良い睡眠をとるためのいろんなアイテムが売ってるね、サイトがあるんですよ。そこでいろいろ相談させてもらって、いろんなアイテム購入しました。これを使って最高の寝室をね、作っていきたいと思います。さあ、それではまず一つ目の箱、こちら開けていきたいと思います。まずはじめこちら、じゃじゃーん、こちらスタンダードドライロングスリーブメンズだ。これね、パジャマですね。テクノロジーが優れてるパジャマ、着て休むだけ、休養のための新習慣。はい、体を締め付けないノンストレスな着心地ということで、しかもね、ナノプラチナなどの各種鉱物を組み合わせた特殊素材、意味がわからん。でもこれを着るとストレスなく寝れるっていうね。俺今までね、 T シャツばっかで寝てるんですよ。だからパジャマを着るって習慣なかったんだけど、今回はちょっとこれを注文してみました。はい、こんな感じ、なんかね、速乾性のシャツみたいな感じ、手触りは。そして下がね、下、これも一見すると何の変哲もないね、触り心地なんだけど、一旦着替えてみますか。さあ、それでいきます。せーの、よいしょー。ということで着替えました。いかがでしょうか。着た感じなんですけど、あんまよくわかんない。着た感じ、何がすごいのかよくわかんない。着ただけじゃ、寝てみないとわかんないね。はっきり言いすぎてごめんね。でもこれがリアルだからさ、嘘言えないじゃん。これでね、なんか適当なこと言ってみんな買って、あれ？みたいになったらね、嫌だから。リアルな感想をお伝えするけど、まずパッと着た感じだと、なんか、そんな特別感はないです。めっちゃいいお値段する。各16,500円。繊維一本一本にナノプラチナなどの鉱物を練り込むことで、身にまとうだけで質の高い休養をサポートし、場所を選ばず気軽に休養環境を整えることを可能にしました。ちょっと今日これ着て寝ます。寝て本当に違いがあるのかどうか。はい、続いてこちら、グッドナイトギャバー。これサプリメントですね。
睡眠の質の向上とすっきりした目覚めをねサポートしてくれるというブレインスリープというものです。1日1つ目安です。GABA はですね、睡眠の質の向上に役立ち、すっきりとした目覚めを得ることに役立つ機能があると報告されているらしいです。でちょっとこれ飲んでみましょう。寝る前に1つでタブレット型、ありがとうございます。はい、これでどう変化が出るのか楽しみだね。さあそして続いて3つ目いきましょう。こちらじゃじゃん、リカバリーガン。オープン、てれててん。はい、これですね。これをこういう風にここにくっつけて、そして筋肉に当ててほぐすっていう感じかな。アタッチメントを選んで気になる部分に当てることで疲れた体のケアをサポート。運動後のケアにもおすすめです。俺もね、昔ね、こういう系のやつ買ったことあるんですよ。ただね、もっとでかくて使いづらかったんであんまり使わなくなっちゃったんだけど、これ小型ですね。ずっしり感はあるけど扱いやすい、取り回しやすいかもしれないです。はい、振動してますね。これをこうやってると、ブー、結構力強いわ。一箇所に当てても全身が触れてる感じで、あとはね、ももとか、これ自分ではね、ほぐしにくいところですね。こういうところとかさ、やっぱり硬くなりやすいじゃん。これをね、力強くほぐしてくれるってのはいいかもしれない。はい、こちらお値段9,900円。だから寝る前にこれを使うことによって心身の緊張がほぐれ寝つきが良くなる効果がありますと。はい、4つ目こちら、ズドン、スリーピンスリー。これですね、3つの機能が備わったね、優秀なものになると思います。こちらじゃじゃーん、一見すると何か分かんないでしょう。こちらですね、五感のうちの3つをね癒してくれるというものです。まず1つ目が音、眠りにつきやすいね音をこちらのねスピーカーから出してくれるというものですね。でその次は匂い、これ眠りに適したねアロマをセットして匂いでも、睡眠をね誘発してくれるというものですね。そして最後が視覚、これろうそくのようなね揺らめきがね出てくるらしいんですよ。この3つを合わせて1つになったものです。早速やってみましょう。このように縦向きにこういう風にねアロマのシートをセットする。でこれで声に揺らめく感じ。あ、で音が出た。波の音ですね、ただね、もっとここ全体が光るのかと思った。ここだけだ。だからそんなにね明かりは強い感じじゃないですね。ちょっと消してみよっか、電気も。この明かりがどんな感じか。あ、結構ね、明るめだね。ろうそくみたいな感じでね、揺らめく感じなんで、これはね、落ち着きやすいかもしれない。で、自分が好きな音楽選べ。はい、これもね、今日使ってみましょう。続いてはこちらの本です。じゃじゃーん。スタンフォード式最高の睡眠。これね、30万部突破で、本屋さんとかでもね、見たことある方多いと思います。で、俺、このね、漫画バージョン読んだことあるんですよ。漫画バージョンもね、結構読みやすくておすすめなんですけど、これ先ほどね、睡眠偏差値のところもね、出ていただいてた西野先生ですね。スタンフォード大学医学部教授。説得力がすごいね。スタンフォード大学医学部教授。で、これにね、書かれてる内容ね、簡単にお伝えすると、まず、眠りについた最初の90分がめちゃめちゃ重要ってことです。そこの90分で成長ホルモンが一気に出る。で、それは寝ついた時からの90分なんで、何時に寝ても最初の90分が重要っていうこと。だからその最初の90分でどれだけ深くていい睡眠を取るかどうかに鍵がかかってると。いい睡眠は最初の90分にかかってるってことです。でそういったね、いろんな睡眠に関する情報がこの本の中に書かれてるんですけど、なんとこのスタンフォード式最高の睡眠を元にして作られた枕があるんですよ。ご紹介します。それはこちらだ。じゃじゃーん。はい、開けてみますよ。開けるとすごいびっくりするよ、この枕。いくよ。じゃんじゃじゃーん。何これ、春雨みたい。わかる、これ家庭春雨みてえな枕なの。これがブレインスリープピローという枕になりますね。どういった特徴があるかっていうと、これね、ひんやり冷たいんですよ。でこれをね頭に敷くことによって脳の熱をね放熱してくれるらしいんですよ。だから脳が覚醒状態だとやっぱり眠りにつくことって難しいんで、放熱することによって興奮状態を落ち着けて眠りにスッと入りやすくしてくれるっていう。これがブレインスリープが開発して販売してるブレインスリープピローというね枕なんですよ。これで寝るのがねちょっと楽しみなんですよね。でフィット感も抜群で、まるでオーダーメイドのようらしいんですよ。でしかもね、これねシャワーでね洗い流せるらしいの、汚れたら。で 100% ね再生素材できてるんでサステナブルっていう、そういった特徴があるらしいです。さあそれではこのいろんなアイテムを使って早速寝てみましょう。寝なきゃ分かんないからね。はい、それではガチで寝ます。じゃあこれで本当にねぐっすり寝れるのか。それではみんなおやすみなさい。
おはようございます。ガチの寝起きです。今ですね、10時32分。多分昨日寝たのが撮影終わって2時半ぐらいで、ちょうど8時間ぐらいに目が覚めるっていうね。でですね、これ一回ね、寝てみた感想なんですけど、まず寝つくまでなんですけど、正直やっぱり時間かかった。その枕とかね、切れ物とかね、変えたからって言って、すぐにね、寝落ちできるかっていうと、やっぱり体質もあって、そうはいかなかったですね。だからね、昨日も結局1時間ぐらい、ぐーっとね、目をつぶりながらね、過ごしてる時間はありましたね。まあまだね、使って1日目なんで、ちょっともう少しね、効果のほど見たいと思います。この環境下で何回かね、睡眠とってみて、どう変化があるのか。この本もね、しっかりと読み込んでね、知識としてね、いい睡眠っていうのもね、ちゃんと学習したいと思います。はい、ということで、今日は2日目ですね。2日目も同じ状況で、ちょっとね、睡眠やっていきたいと思います。で、一つね、1日目寝て気づいたんだけど、これね、自分の頭に合わせてちょっとね、柔らかさ変わってくるんですよ。オーダーメイドって言ってたのは、こういうふうにね、寝ていくとだんだんと自分のね、頭の形に合うんだっていうことがね、よくわかりました。ここのね、中心部がね、ちょっとへこんでるんですよ。で、こっちの方がね、高いんですよ。だからね、大体1週間ぐらいでね、オーダーメイド枕っぽくなるらしいんですよね。じゃあちょっとね、初めの90分大切にして眠りたいと思います。おやすみなさい。ということで、最高の寝室を作って数日間寝てみました。それでですね、俺がすごくね、良かったなと思うもの、実際自分で自腹を切ってでも、これ買いたいなと思うものを最後に発表したいと思います。今回はですね、自分がちょっと試したいアイテムを選ばせてもらって、それを提供してもらったんですよ。で、その中で俺が実際使ってみて、これは、マジで自腹でも買うわっていうもの。そのアイテムをご紹介したいと思います。まず一つ目は、これを導入で読んだ方がいい。スタンフォード式最高の睡眠。俺たちって睡眠に関する知識ゼロなんですよ。毎日やってるからプロのような顔してるけど、何にも睡眠に対しての知識ってないですよね。小学校、中学校、高校でも一切習わないですよね。だから睡眠とは何なのか、どうやったら人は眠くなるのかってことを、この一冊で学んだ方が今後の睡眠に対する考え方が変わります。これだけ睡眠で重要なんだって、なんとなくはね、頭のイメージであると思うんですけど、この本を読むことによってしっかりと根拠を持って、あ、だから寝なきゃいけないんだ、しっかり寝ようっていう気持ちになります。だからいろんなアイテム買う前にまずはこれ読んだ方がいいです。まあこれね、1500円プラス税なんですけど、今後の睡眠を変える上ではものすごくね、いい投資になると思います。ただこれ、最高の睡眠もですね、結構専門用語とかも出たりしてて、分かりやすく書かれてるんだけど、ちょっとね、一回では入りきらないって人も多いと思います。なので俺がね、前に読んでた漫画版をね、一回読んでからこっちを読むとかでもありだと思います。漫画版の方がスッとやっぱね、入ってきやすいっていうのはあると思うんで、それによってどうやったらね、自分が眠りやすくなるのか、睡眠の質を改善できるかっていうのを学んだらね、今後の人生においてもすごく役立つと思います。で、知らないことばっかだよ。例えば寝る前に冷やしトマトを食べるといいですよとか、絶対そんなの知らないじゃんみんな。でも書いたんですよ、具体的にこういうアクションを取りましょうとか。今すぐに実践できるアイデアが詰まってるんで、一回いろんなアイテムをね、買い揃える前にはこれを読むべきだと思います。これはやっぱ1500円以上の価値あります。さあ、続いて俺が自腹を出しても欲しいなと思ったアイテム、それはこちらです。でれーん、はい、こちらのブレインスリープピローでございます。これはほんとね、1日使っただけじゃわからないです。何日か使っていくごとに自分の頭の形にフィットした形になってくるんですよ。それによってすごく寝やすくなります。初め使った時はね、この枕ちょっと高いなと思ったんですよ。高さがあって少しね、寝苦しいかなと思ったんですよ。でも数日寝ることによってだんだん沈んでいくんですよね。だから俺まだ1週間は使ってないんですけど、そのね、感覚あります。徐々に自分仕様の枕に変わってるなっていう。だから日に日にね、寝やすくなってるなっていうのを感じます。で、さらにいいのはやっぱね、ひんやりと冷たいんですよ。こう寝返り打つごとに分かるんだけど、顔に触れる部分がひんやり冷たいの。だからそれによってここのね、最高の睡眠でも書かれてるんですけど、頭を冷やすことによって覚醒状態を収めて寝やすくするっていう、その睡眠の導入が取りやすくなるっていう。まだ完全にね、スッと寝落ちできるってわけじゃないんだけど、前1時間かかってた日が、例えばね、10分でスッと眠れる日が出てくるとか、そういった日が出てきました。だから今後夏とかはより効果を発揮すると思うね。そういった時にこういったね、ひんやりして頭を冷やすことによってスッとね、寝やすくなるかなっていう期待も込めて、より使っていくのが楽しみな枕だなと思いました。ただネックは値段高いです。これはっきり言っちゃうけど、値段はしっかりいい値段します。
まあ、なので順番としてはこのスタンフォード式最高の睡眠を読んでから、まあ、睡眠って大切だな、改善したいなと思った人はこの枕を試してみるっていうのはありかなと思いますね。俺も今後ねこっちの枕を使って寝ていきたいと思います。でその他のアイテムはまあ効果はあるのかもしれないんだけど、実感としてはちょっと薄かったですね。なので僕的にはねおすすめはこの2つ。ただね気になったアイテムね個人差あると思うんで、ぜひ概要欄にリンクの方貼ってあります。気になった商品ある方はぜひチェックしてみてください。そしてね案件でもね僕はね自分の感想をねダイレクトに伝えるんで、ぜひ挑戦したいってね商品持ってる方はウームにぜひ僕宛に企業案件お待ちしております。バッサバッサと切っていきたいと思います。まあそれが一番ね信頼があると思うんで、忖度してねレビューしても絶対バレちゃうんで、だからねありのままの個人の意見だけど、その個人の意見ははっきり言うっていうところでね、そこを信条としてナイトブログこれからもやっていきたいと思います。そんなところでございます。ぜひ楽しんでくれたらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。